お疲れ様です、マフィーです。今回は10日真実買います。ついに出ました、エヴァンゲリオン主人公碇シンジ。このシンジ君が欲しくて欲しくて仕方がなかったんですよ。で、なんで欲しかったかというと、もう単純に強いからです。はい。で、今来てるエヴァンゲリオンコラボというのが2回目の開催なんですが、1回目のコラボの時に結構回して出なかったので、まあこのエヴァンゲリオンコラボっていう、そのエヴァンゲリオンっていうブランドを考えると、なかなかコラボなんて、まあ、来ないだろうな、来たとしても相当先だろうなと思っていたら、意外と短いスパンで復刻してくれたので、神編を22連ほど回した結果お迎えすることができました。ということで、そのシンジの性能を今からたっぷりと解説したいと思います。まずステータス画面がこちらです。 HP が高すぎず低すぎずという感じですね。波ぐらいあります。で、アタックが1311でプラスマの倍1361です。で、1361ということはプラスなしのティターニアと同じアタックとなります。10日ティターニアと同じですね、まあ、この知識はそんなに使わないと思うんですが、一応ね。で、この10日神事なんですけれども、スキルコンボスキルが非常に強い。自分のデッキのコマが全て神属性の時、つまり神ターンであれば発動し、通常攻撃ダメージの 140% 分の特殊ダメージを与えます。で、コンボスキルが盤面コマ素数が14枚以上で発動できて、通常攻撃を 1.8 倍にしてくれるということで、もう神ターンに入る戦力なんですよ。スキルも強いですし、コンボスキルも強いです。で、まあ、どれぐらい強いかというと、火力としては無バフのプラスマアラジン3枚返しと同じ火力出ます。そう、 1.4 バフリーダーから放った場合ですね、 1.4 バフの、まあ、今回使うムーニアであったりとか正月ランリーダーから1枚返しで放った場合、4570に出るんですよ。つまり無バフアラジンの、無バフプラスマアラジンの3枚返しに、同じ火力が出ます。4570に、これマメな。で、まあ、火力としてはエンデガよりも低いんですよ。プラスマのエンデガっていうのが4585出るので、まあ、そう考えたらエンデガやべえなとなるんですが、発動条件が違いますし、コンボスキルの内容も違うので、まあ、シンジ君はシンジ君でね、そういうなんか、うん、独自の、そのシンジ君だからできたことみたいな、そういうシンジ君独特の性能というのが出ているので悪くないのかなと思います。で、まあ、そのシンジ君の比較対象としてよくジークフリートとか挙げられるんですが、個人的にはジークフリートの方が強いと思います。やっぱり同じ発動条件ってなった時に、まあ、その、まあ、差別化を図れるというのがコンボスキルであったりとか、あとは火力と、なってくるので、まあ、ジークフリートっていうのがコンボが特殊ダメージということで、まあ、意外とこう神ターンにとってはやはりこうバフをかけたいみたいなところでシンジ君の方が強そうに見えるんですが、シンジ君のコンボスキルってね、結構後の方になるんですよ。発動が盤面コマ総数14枚以上なので、まず流体面においては発動しないと思っていいですね。なんで、まあ、シンジよりも、シンジじゃねえわ、ジークよりもシンジの方が強いところがあるとすれば、コンボスキルのバフが発動する状況下なので、耐久体面とか、あとは相手がなんかその毒耐久系、うん、結構相手が耐久系のデッキに関してはシンジの方が強いと思います。それ以外はジークの方が強いです。火力も上ですからね。で、まあ、そういう比較対象としてはミアクレルの方が挙げられるかなと。で、ミアクレルよりはシンジの方が個人的には強いと思っていて、さっき言ったね、耐久対面なんかで強いと。で、ミアクレルはね、発動条件が相手に1枚返されてないといけないんですよ。ってことは先行の初手に打てなかったり、パスをした時に放てなかったりするわけです。うん、なんでシンジの方が強いです。コンボスキルもバフですからね。まあ、流体面とか考えると、封印マス生成をしてくれるミアクレルであったりとか、まあ、場合によっては封印マスが強いので、ミアクレルの方が強い場面もあるんですが、総合的に見るとシンジの方が上ですね。なんで、200以上、ジーク以下というのが個人的な評価です。まあ、それを考え、まあ、言っちゃうと、フェリアの方が断然強いんですけど、クラスマにおいては、フェリア、ジーク、フリート、ティターニア、ファヌエルみたいなのがテンプレとしてあるんですが、フェリアを作らない人とか作っていない人にとっては代わりとして使えますし、なんならね、前回のカップ戦で非常に活躍してくれたので、カップ戦で強い駒となっております。カップ戦で強いというか、まあ、普通に強いんですが、カップ戦では特に強いです。ということで、今回は10日ムニアリーダーの 1.4 バフリーダーの神ターン組んできましたので、今回この神ターンでやっていきたいと思います。ずっとね、もうこのシンジ君についての魅力を解説しまくったので、早く試合に移れという声があると思いますので、もう今からねやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。おやおや、これはバフラニなので、 HP 的にも、まあ、ワナラニなのかな。オッケーオッケー、リカルド引いてるじゃないですか。まずはアルベルダから挨拶していきましょう。で、X に回復マスがあるのが目の上のタンコブですが、まあ、X 回復はそうですね、まあそんなに問題ないかな。うん、相手に踏まれることっていうのはそんなにないと。あ、でもこれ初手 X とか来るか。あー、初手アズ X。
さすがにこれは上逃げしたいですが、そんなに急がなくて。あー、エンデガ君早番しましたね。こんな時に早番してもしょうがないんじゃよな。どうしようかな。リンガットで一回逃げましょうか。もうエンデガ早番しがっても。で、ガガ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 。最近ね、レジギガスのさ、動画見てめちゃくちゃハマっちゃった。あれ面白いよね。ということでやっていきましょう。さあ、相手は、普通に強いんだよな。X に回復取られまくって、これダメアドがやばいことになってる。ただ、アゾのコンボは受けたくないので、一回ここはアラクで C に入りましょうが。ブラジェのコンボはまだ許容できるところがある。まだね、まだ許容できるところがある。さあ、これに対して、アラク取る場合は、アズのコンボは塞げますね。うん、防げる。どうしようかな。あい、出た、ちょっとこれ、シンジとか行きたいな。お、そう来たか。あー、罠駒はちょっとややこしいですね。ただこれ、ブラジェは取れますね。ダメマス取っていいか。あ、いいね、いいね。で、これは手駒ロックなんかも警戒して、リカルドでいいかな。ちょっと、ミサトの可能性が高い。あ、違った。よしよしよし。コンボのある駒をそこに置きたいっていう心理が現れる可能性があるので、ミサトっていう可能性もあったんですが、まあまあまあ、ここは透かせましたね。で、シベリウス引いてるので、あれがイベットだった場合は回収できますね。おっと。これは、なんだろうな。これなんか、アゲハ臭いけど、一回シベリウスであの罠回収したいですね。ベイ、オッケー。あ、回収できない。夏ピリキか。いや待て、グラキエスか。グラキエスだな、これさては。ラニリーダーからここで発動しないってことは、夏ピリキはちょっと考えにくいので、これグラキ説ありますね。グラキですね、グラキ。わかりました。グラキ説です。さてさて。なるほど。当ててくる。当ててビーチに入るっていうのが相手の狙いか。これ、ドロメダとかあったらやだな。お、シンジ君来た。あー、もうこれはね、読んじゃいます。はい、シンジ君殴りまーす。ドロメダ打たれる前にね、もうシンジ君で殴っちゃいます。これグラキ説です。はいはいはい、読み通りと。オッケーオッケー。さすがシンジ君。これで火力出して、しかもシンジ君のコンボスキルも狙える状況を。で、ビーチに入られても、もうエンデガ君でぶっ飛ばしちゃいますよ。オールプねまあ、こういうの来るんですけど。大丈夫ですね。これバフかけた状態でも、うん。グラキ受けるだけの通常攻撃返されても大丈夫ですね。さあ、これグラキースですよね。まあ、当たって、これ外れてたらちょっと恥ずかしい。あー、そっちちょっと待って。これやばくねやばくね危ねえ、そっちかー、よかったーよかったまさかの、まさかのまさかミューでしたが、なんとかなりました。ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。神担当士の対決、よろしくお願いします。相手の HP は 28,044。あれ ?28,044? 俺の神担当一緒か、あ、どうだろう、ちょっと記憶、あんま薄いけど、ちょっと後で編集の時、確認します。僕が普段使ってる神タンとほとんど HP が変わんないんだが、あ、でもそしたら、いや違うか、エクレルに変えてるから。お、君もシンジ君を出すのか。 OK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 、 これ4572ね。まあまあまあ、うー、これも雑し、いや、どっちだ、でもシンジだな、どう考えても。ちょっと雑な使い方になるけどいいかな。どうしようかな。まあ打とう。オッケーオッケー。フェリプティのバフ残ってるからこんだけ流れてると。でもね、やっぱりこう、シンジっていうのは、プラス振ってなんぼかなって思ってて、プラス振らない場合は確か4405とかなんですよ。で、4405っていうのが、プラスマのアラジンよりも劣る火力なので、個人的に、もう、そんなに嫌だったんだよ。あー、エンデガ君早番したな、もう。ないガガ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 くっそ。あー、早番エンデガス、もうエンデガスだわこいつ、くっそ。最近ちょっとこれハマりました。ででであなたにも指令を、アナシレおじさん来る。アナシレおじさん来たら激渋です。あ、違った。オッケー。一気加勢。オッケーオッケー。これ、軽く出してくれたおかげでエンデガの発動も早まりましたね。なんかいけ。ちょっとまだ打ちたくないけど、打つしかないですね、これは。
2手先でこいつ置きたかったから、できればまだ打ちたくなかった。さあどうする。けどこれデバフとシールド貼ってあるんで相手も2手で飛ばせないはず。オッケーオッケー、だいぶ火力出てる。でここの引きやな。いらっしゃいませ。オッケー、キムンカムイ。と待って考えます。守護者かファネルを考えます。打たれる可能性、守護者持ってたら多分今の X に守護者打つんですよ。なんで守護者も持ってないのでこれ D5 に打っていいですね。よいしょ、これでコンボ確定しましょう。あ違うか、守護者持ってないんだったら X でいいのか。あまあいいや、でもどっちも関係ないかな。で相手のこれジーク発動するんですけど、あえてジーク発動させてこのキムカムのコンボとエンデガードあのフギムニのバフを上げる、そのやり方でいこう。さあ相当参ってるぞ。 OK ビクトリア、これは悠々耐えれますね。やっぱり私のカビタと違ったか。まあ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 、よかったよかった、リンガットを引けたのが大きかったですね。よし、ガガ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 強い対戦ありがとうございました。なんだかんだキムカムってまだまだ現役ですね。はい、対戦よろしくお願いします。カミタンミラーまたまたですな、よろしくお願いします。相手は 27,898 ほぼ900と見ていいね。うん、調整駒少し入っててフェリアなしっていう可能性がある。やっていきましょうか。アラク、ほらね、調整駒入ってるって言ったでしょ。これアラクレベル52調整でございます。まあ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 、まあ、HP でなんとなく判断はできるんですけれども、うん、こっちの引きもそこそこいいですね。これ不気味にあるんで2手目に不気味に打ってって感じかな。ただ今回ブレスド入ってないのでミラーの勝率がいいかと言われるとそうでもないかもしれません。さあここで何が来る。アルベルダ、痛い痛い。まあ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 、この辺は許容で、ここの引き、はい、お、夏アピか、オッケーオッケー。これミラーの夏アピ結構強いんですよね。あと流体面なんかでも強くて、ムーニア下でヘリプティ下でもあるという優秀な駒ですね。ただ使いどころが難しいので意外と上級者向けかなと。うわブレスド入ってないとか言ったらそっちはブレスド入ってくるのかもしょうがないな。ここに引き、レイ、よしよしよし。これウンディーネ切っといて次のターンに対抗棒でいいな。で4手目対抗棒ほんと強いから、4手目ファネルと通ずるものがあるから、それを夢からお見せしましょう。さあ、おっと3周年先忘れててこの HP なのか、結構高いんじゃないのか。いや入ってる割には低い、低いから、まあでもこれは一回対抗棒打っといて、よしよし、アラジン来てる、あとは信じ待ちやな。でこれ D5、 あーそこじゃない、そこはちょっと弱い、消される可能性がある。でこれ B1 とか打ってくれたら消されない状態が続いてダブコン狙えるんですが、オッケーオッケーオッケー、ナイス B1、 よし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 。でフェリプティ引いたななかなかいい気してますが、でこれ夏アピはまだ切るタイミングじゃないんで一回ここはシベリウス、はい、オッケーオッケー、これだけでも相当火力出る。まあ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 、何とかなるかな。でリンガットが切れるタイミングまで何とか粘りたいですね。さあバフのかかり方がすごいことになってるぞ。これスープジャー2体出て不気味に引いてるから、ここにヘリプティなんて加わろうものならね、下のマークがとんでもないことになりそうですが、さあどうする。エクレル、相手フェリプティ引いてるでしょ。あーなるほどな。お、シンジ打てる。うん、フェリプティ引いてるんでどうしようかな。うん、まだ耐えられるんで一回これシンジでコンボ4位、これコンボ狙い神事ですね。でこれまだ耐えれます。相手 1.15 倍しか出ないんで、1650として、エンデガなら耐えれます。エンデガだったら 12,500 ぐらいしか出ないんで耐えれます。夏アピ相手飛ばせないってなったら火力出しにくいと思うんで、オッケーオッケー、耐える、オッケーオッケー。で不気味のバフかかるからこれでいけそうやな。オッケーオッケーオッケー、これはいけるかな。6倍出るから、12,200、13,200、13,500の13,518、14,518、勝った。OK、これ、シンジの削りもあって、これで飛ばせましたね。14,518だと思う。OK、対戦ありがとうございました。危ねえ、危ねえ。
なんとか火だめ計算も間に合いましたね。でもシンジの削りがあったのが大きかった。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。とにかくシンジ君が強かったですね。特に3戦目あそこ X にシンジ君打った判断としては、夏ハピから切ると耐えりはするんですが月のターンで飛ばせないので、あそこでシンジ君 X 打って火だめ計算で、B4 耐えられるっていう風に判断した上での、まあ、シンジ君だったんですけれども、まあ、そこでが功を奏してですね、あそこで相手が B4 に切らずに C6 とか切ってきたんですけれども、まあ、フィリプティ引いたっていうのもありますが、まあ、安定して行動できました。あそこ夏ハピ切ってしまうとこっちのコンボ残っても飛ばせない可能性が出てくるので、シンジ君から切ってアラジンっていうプランで良かったですね。ブレスド張られても、立ち回れたということで、あとはまあ対攻防なんかも活躍してくれたのが大きかったのかなと思います。ただあそこで X にシンジ打つことによって、これジークリートとかだとあのコンボスキルがバフじゃないので、X シンジ打つことによってシベリウスかシンジのどっちかのコンボが残るっていう状況を作れたのが大きかったのかなと。高校とか先行とか関係なくミラーでシンジ君とにかく強いと思います。だいたいミラーの勝負っていうのが長期戦になるので、長期戦になるとコンボスキルが活かせるような状況が多く見受けられるので、はい、アタッカーとしても使えますし、コンボのバフも使える状況が多いということで、シンジ君非常に強いですということで、皆さんもぜひ使ってみてください。まあ、オープニングで話した通り、流体面なんかではコンボが発動しなかったりはするんですが、その場合はアタッカーとしても機能するので、まあなんかね、このコンボ要因としても使えますし、まあ、アタッカーとしても十分すぎるほど強いので、ぜひですね、今エヴァンゲリオンコラボを開催しております。ガチャを引いてシンジ君当てて、当てた方は10日で使ってください。進化より10日がおすすめです。ということで今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。